久しぶりの海外楽しみだね。いっぱい買い物しちゃおう。大丈夫だって、初日はママも一緒にいる。大丈夫、このまま行けば間に合うから。うん、冬木さん、ヘアピンくらいじゃダメだよね。冬木さん、冬木さん、うん、珍しく静かだな。に、あ、なしてこれ、俺のカバンの中に入ってたんだ。返すためにわざわざ来てくれたの？うん、どうしても会いたくて。冬木さんに、俺、北海道に来てよかったよ。今までの人生で一番幸せだった。ここならきっと変われる。北見が、冬木さんのいるこの場所が大好きだよ。待っているよ。帰ってきたらまた一緒に桜を見に行こうね。え？2週間だよ。なんだ、2週間もう。うち今まで北海道から出たこと一回もないし、気持ちわかるかも。冬木さん、でももう大丈夫。なまら成長して帰ってくるからね。